日曜夜はせっかくグルメ2時間半スペシャル。日村さんは日本有数の避暑地富士五湖エリアでテイクアウトグルメ探し。これはマジの贅沢だな自然を満喫しながら食べまくる。うんめさらに食べるために生きているって食べることしか生きている楽しみがない高畑充希さん、大久保さんの異色コンビが初のグルメ探しへ。絶品福島グルメの数々を。いいでしょ食べて食べて食べまくり、片っ端から食べ尽くす。うん、全部美味しそう。さらに食いしん坊声優木村昴さんは宮崎県日南市へ。思いのままに食べまくる。やばい脇うまこれ。やば絶対おいしい。せっかくグルメ2時間半スペシャル、日曜夜6時30分。せっかくなので YouTube 限定配信、コーラ大好きな3人がおすすめコーラに最高に合うグルメとは。さあさあ、まだまだね、はい、暑い日が続きますけどもですね、まあやっぱりね、うん、暑い夏といえばコーラじゃないかなと思って、コーラ好きなんすよ。コーラが好きだから、コーラはやっぱりね、うん、あのもう永遠に好きってことで、うん、ただね、なんでこんな話するかって言ったら、はい、日村さん2人もね、コーラが意外と好きだっていう情報が入って、コーラ好きなんだ、うん、好きですよね、うん、好きです曲穴時代、多分トンネルズさんの番組で、うん、コーラ一気飲みとか披露してます、はい、そうなんだ、それぐらい、あ、それぐらい好き、すごいな。なので2人に、はい、コーラに合うグルメは何ですかって質問したいなと思うんですけど、これとコーラが最高なんだっていう、なんか、ね、今いっぱいありますよね。ある、なんかいいですか。いい、もちろん聞かせてでもこれはもう、もう本当に全員がそうだと思います、はい、チーズバーガー。あーそうそう、あのもうバーガーをねコーラで流し込むなんてのはもうこれはうまいよ。うまいですよね特に私シェイクシャックのチーズバーガーが大好きで、シェイクシャックいい、あの美味しいね、美味しい、うん、でもちょっと肉肉しい感じのにチーズの塩味をコーラで流し込むっていうのがもう最高最高だわ。ほとんどチーズバーガー噛まなくていいチーズバーガー噛まなくていい、コーラがありゃそれはコーラ、いやいや、コーラに委ねすぎだってチーズバーガーは噛もうよでもそれぐらいね、まあ、はい、わかるよ、もう大好きなんですよ、美味しいわ、ね、はい、まあさ、なんか私はチーズバーガーで言うと、はい、五反田にあります、うん、フランクリンアベニューっていう老舗のハンバーガー屋さんのチーズバーガー、うん、そしてチーズもチェダーチーズですチェダーチーズ選んだし、でこれはあの品川区近郊の方だったらデリバリーも取れますし、フライドチキンも美味しいので自宅でも楽しめます、ね、それから全国区で言うとその品川のお店食べられないわっていう方はぜひともピザの、いわゆる宅配ピザあるじゃないですか、うん、その自分が頼むピザをパンピザにしてさらにガーリックトッピング、店のもんじゃねえかもうすごいなこんなに、え、北川さんの一番これ合うな、俺はでも柿ピーと、うん、あのサキイカとコーラってのはすごい好きだ、あの乾きもんでもああいう柿ピーとああいうスルメみたいに一緒に食べるの好きなの、うん、それをコーラで流し込むっていうね、そうそう、イカと柿ピー、ほんでコーラ、それとあと映画ね、素敵な映画まああとはホットドッグとコーラ、ホットドッグいいね、それはもう最高ですね、ホットドッグいいな、ね、最高、いやもうすいません、コーラはもう何にでも合うってことそうですね